2時になりました。この時間は投資信託のコーナーになります。本日のゲスト、HSBC アセットマネジメント投信営業本部石田慎介さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず今日はマクロ経済の見通しと特に成長が著しいインドの経済についてお話を頂戴するということでよろしくお願いします。はい、お願いします。12月ということでですね、来年に向けた HSBC アセットマネジメントのですね、投資環境見通し、そして、投資家の皆様からですね、非常に高い注目をいただいておりますインド投資の魅力についてですね、ご紹介をさせていただきます。はい、前提として2024年の世界経済、これはどのようにご覧になっているんでしょうか。そうですね、やはりこの米国そして欧州につきましてはやはり景気減速または低成長が見込まれる一方ですね、新興国は堅調な成長を維持する、つまりですね、各市場の景気局面の違いが鮮明になってくると考えております。この点についてですね、スライドをご用意しましたのでご覧ください。こちらですね。はい、はいはい、こちらはですね、足元の世界経済のポイントをまとめたものになります。左からですね、欧米は景気減速へとありますけれども、昨年来の急激な金融引き締めの影響がですね、景気にブレーキとなって現れ始めてくると思われます。一方ですね、真ん中中央見ていただきますと、堅調な新興国市場となっておりますけれども、アジアの新興国を中心に高い成長が見込まれます。そしてですね、その結果となりますけれども、一番右側にあるようにですね、シンクロしない状況、つまり地域によって景気局面の違いが鮮明になって、市場によって異なる動きをするというふうに予想しています。つまり分散投資の重要性がより高まるというふうに考えていますね。なるほど。投資家さんによってはそのアメリカの資産に偏っているというような方々も多いと思うんですけども、やはりアメリカの景気の減速、これは避けられないと見た方がよろしいですか。そうですね、次のスライドをご覧いただければと思いますが、これまでのところはですね、堅調な消費を背景にアメリカの景気というのは持ちこたえていると言えますね。ただしそれは新型コロナの期間中にですね、例えば給付金等によってこう積み上がった貯蓄によるものであって、左側のグラフにある通りですね、アメリカの家計の過剰貯蓄っていうのはですね、減少傾向にありまして、来年半ばにもですね、底をつく、枯渇すると見られています。その結果、右の図でお示ししていますけれども、こういった貯蓄の減少に加えて、これまでの利上げによる例えばローン金利の負担、そういったものが上昇する、あとは労働市場が軟化するといったところで、消費が抑制されてですね、その結果米国景気は減速方向に向かうというふうに見てますね。はい、アメリカの個人消費は GDP のアメリカの GDP の約7割を占めてますから、個人消費の落ち込みっていうのは景気の落ち込みに直結すると考えているわけですね。そうですね。はい、やはりこのインフレを抑えるためにですね、FRB が行ってきた利上げの副作用という形でこの景気というのは減速に向かうと考えています。で、その経済成長率のですね、予想につきましては次のスライドをご用意してますのでご覧ください。はいはい、そうですね、こちらは IMF 国際通貨基金によるですね、今年そして来年の GDP 成長率の予想となります。で、灰色がですね、今年2023年ですね、そして赤が来年2024年の成長率の予想となります。で、米国見ていただきますと、来年にかけてですね、減速と、そしてユーロ圏も低い成長率にとどまる見通しということになっています。一方で右の方を見ていただきますと、新興国4% の堅調な成長率をキープするという予想ですね。中でもやはりインドですね、引き続き高成長といったところで新興国経済の牽引役になるというふうに見ています。これ拝見するとインドは際立って高い成長率で、一方で中国が来年にかけて、成長率は低下しているように読めるんですが、どうなんでしょうか。そうですね、その点につきましてはやはりこの新興国の中でもですね、シンクロしない状況というのは起きているのかなと思います。次のスライドを見ていただきますと、こちらはですね、新興国の状況を地域別に整理したものになりますけれども、やはりこの赤のところの中国ですね、不動産セクターの債務問題がやはり足かせとなってですね、景気は減速方向にあります。あとアジア、特に東南アジアなんかもですね、中国そして欧米景気の落ち込みがですね、輸出国にとってはですね、逆風になるのかなというふうに見てますね。はい、そういう中で国内に巨大なマーケットを持っているインドということですけども、他の地域の影響を受けにくくって高い経済成長が見込まれると考えていいんですかね。
はい、まさにですね、その通りだと思います。次のスライドを見ていただきますと、こちらはですね、過去2000年以降のですね、GDP 成長率、経済成長率の推移となりますけれども、赤の線で示されているインドがですね、水色の先進国であったり、灰色の他の新興国を上回ってですね、来年以降も年 6% を超えるですね、高い成長を維持する見込みですね。まあ、この経済成長の原動力は世界1位となったなんと14億人の人口と考えていいんですか？そうですね。しかも単にこの人口が多いというだけではなくて、やはり若い人口の割合が高い、そしてその所得水準もですね、底上げされているといったところがですね、消費であったりインフラ投資、そして不動産開発、さらには金融サービスといったあらゆる分野からですね、経済成長を加速させている点、これがインドの強みですね。でその所得水準についてですね、次のスライドを見ていただければと思います。はいはい、でこちらはですね、インドの1世帯あたりのですね、年間所得の推移と、所得水準別のですね、世帯数、そしてその構成比率をまとめたものになります。世帯あたりのですね、年間所得見ていただきますと、2030年までのですね、10年間ぐらいで、1.4 倍に増加しまして、そして、中間所得層から高所得層の割合が大幅に高まるという見込みになっております。で具体的にはですね、現在その中間所得層と言われる所得層の割合というのは 38% なんですけれども、これが2030年には約 57%、世帯数でいうと2億世帯まで増加すると予想されています。これを見ると、その貧困層と低所得層の割合が低下していますから、かつての貧しい国っていうイメージからはずいぶん変わっていくということですね。そうですね。やはりこのインドにはですね、やはりこの優秀なエンジニアが多いと言われますけれども、国全体でもですね、やはりこの教育水準も高まっているということがですね、この所得向上につながっていると言われています。そしてこの所得のですね、増加を背景に、このインドでは実はですね、資産運用も拡大しているんですね。で次のスライドをご覧いただければと思います。はい、でこちらのグラフはですね、インドにおける投資積立額のですね、資金流入の推移になります。インドにもですね、この SIP というですね、投資積立制度、日本でいう積立 NISA のようなですね、制度ありまして、これを活用した証券投資が実は増えてまして、この3年間で資金流入の額もですね、倍増しているという状況ですね。ということは、投資ができるだけできるように暮らしが豊かになってきているということなんでしょうし、インドの株式市場にとって国内に巨大な長期投資家が存在する、ということが、強力なサポートになってくるということですよね。ではそのインドの株式市場の動向、こちらはどうでしょうか？はい、そうですね。そちらについては次のスライドをご覧いただければと思います。はい、こちらはですね、長期の、各国のですね、株式市場の推移となりますけれども、インド株式市場はですね、緑の線グラフですが、過去最高値圏で推移しているという状況ですね。で過去約20年間で、約25倍に、増殖しておりまして、他の株式市場と比べても、圧倒的なパフォーマンスになっています。はい、特に今週なんかは代表的な株価指数、センセックス指数もですね、史上初めて7万ポイント台に突入したということで、かなり勢いのあるマーケットになっていますね。この図からも分かるように、アメリカ株式、昨年以降、どっちかというと横ばいで推移する中でのインド株式の上昇が際立っているということですが、この要因は何だとお考えでしょうか？はい、やはり一つはですね、この好調な企業業績のですね、予想になりますね。でこちらのグラフはですね、インド企業の一株当たり利益の推移となりますけれども、インド企業の利益成長率、2022年度から2025年度にかけて、平均で 16% を超えると見込まれておりまして、やはりこれは他の地域の企業と比べて、好調、そういったインド企業に、投資資金が流入しているということが言えますね。はい、でこれに加えまして、インフレが落ち着いているということも、海外投資家にとっては、インド市場をポジティブに評価する要因と言えます。で次のスライドをこちら見ていただきますと、インドのインフレ率、そして政策金利の推移となります。で緑の線がですね、インフレ率、そしてオレンジが政策金利となってますけれども、足元のインフレ率、5% を下回る水準ということで、これは中央銀行の目標範囲内に収まっているんですね。先進国がインフレ退治に苦戦する中で、新興国のインドがインフレをうまくコントロールできていたし、いるということですね。そうですね。やはりこの欧米のように急激な利上げで
この景気にブレーキをかける必要がなかったというのがですね、やはり経済そして企業業績にとって非常にプラスだったと言えますね。で加えてまあ来年以降はまあ利下げもですね、場合によっては見込まれている、まあ、そういった可能性があるということもですね、株式市場の下支えになると見ています。まあ、金融政策はうまくその舵取りができているようですけども、政治面では2024年インドで総選挙が行われますけども、モディ政権はこれ盤石なんでしょうか、どうでしょうか。そうですね、先月11月ですね、インド国内4つの州で議会選挙が行われまして、来年の総選挙の前哨戦とそういった形で言われていたんですけれども、結果ですね、3つの州でモディ首相が率いるインド人民党が勝利したということで、モディ政権3期目に向けたですね、足固めになったのではないかなと言われています。はい、モディ政権、2036年のインドでのオリンピック誘致、これにも前向きな姿勢を示してきてますけども、インドへの投資にあたってはこれプラスになるんでしょうか。そうですね、やはりこれまでですね、HSBC ではこのインドのインフラ開発に着目した成長ポテンシャルのですね、大きさを取り上げてきましたけれども、オリンピック開催が決まればですね、やはり建設そして不動産関連の需要が高まって、さらにこのインドの投資魅力というのは高まると思っております。はい、で最後にですね、そのインフラセクターの成長企業に厳選投資をするファンドとして HSBC インドインフラ株式オープンをご紹介させていただきます。で次のスライドを見ていただきますと、こちらはですね、2023年11月末時点の、HSBC インドインフラ株式オープンの分配金再投資の基準価格と、純資産総額の過去10年間の推移になりますね。で過去1年間の騰落率、31.3% のプラス、そして過去3年間で、180.4% のプラスということで、同じ期間のですね、インド株式指数をですね、市場全体を上回る高いリターンとなっています。でこの背景といたしましては、やはり組入れ銘柄数46銘柄、かなり厳選している、厳選投資といったところで、インデックスと比べて高いリターンを期待していただくことが、できるのではないかなと思っております。足元の純資産総額が急激に増えてきてますけども、それだけやっぱり投資家さんの注目が高いということだと思うんですね。ちなみにこのファンドは、来年以降もNISAで買えるんでしょうか。そうですね、まず純資産総額で直近1年間で400億円増加してます。そしてですね、NISAにつきましては成長投資枠の対象となっておりますので、長期保有で大きなリターンを得ていただくことができればですね、非課税の効果も大きく享受していただけるのではないかなと思います。ご興味ありましたら松井証券さんのホームページ等々でご覧いただいてご検討いただければということですが、本日は HSBC アセットマネジメントの石田さんにご解説ご紹介いただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。